はい。今回宇宙戦士バルディオスの最終回がどうなったのかを AI にちょっと聞いてみたんですけども、いかがでしょうか ?AI の回答はどうだ ?AI の回答はこのようになっております。アニメ宇宙戦士バルディオスの最終回では、バルディオスとハルメス。ハルメスって何でしょうね。ハルメスが最終決戦を行いました。 最終決戦では、ハルメスが自分の生命力を使って巨大な火球を作り出し、バルディオスを攻撃しました。ここはね、ちょっと違うんですよね。まあ、ガットラー率いるアルデバラン軍が人工太陽っていうのを作って、それを地球の北極と南極に落として、氷を溶かして、それによって津波を起こして人類を絶滅させるという計画だったんですけどもね。はい、AI の回答に戻っていきましょう。しかし、バルディオスのパイロットであるマリンは、 自らの命を犠牲にしてバルディオスを守りました。うん。そしてバルディオスはハルメスを倒し地球を救うことに成功しました。いろいろと違ってるかなその後、マリンはバルディオスから脱出することができましたが、彼女は自分の命を犠牲にして地球を救ったことにより、バルディオスのパイロットとしての使命を果たしました。最終的にバルディオスはマリンの思い出として地球の歴史に刻まれましたということですが、ちょっといろいろと違いますね。やっぱり、 AI の回答には限界があるのかなと。多分、このチャット GPT っていうのは、インターネット上にある情報を組み合わせて、きっとこういうものじゃないかなっていう風に回答してくれたと思うんですよ。まあ、ですんでもっとね、質問の仕方を細かくすると、正確な答えにたどり着くのかなと思いますけども、ハルメスってのは何でしょうねもしかしたら、宇宙戦士バルディオスに似たストーリーがあったり、同人ストーリーのオリジナルストーリーがあったりとかして、それとごっちゃになってるのかもしれませんね。 えー、正確には宇宙戦士バルディオスは、まあ、マリンがね、最後まで、えー、戦ってくれて、地球を守ろうとしたんだけども、地球を守れなかったっていうのが結末だったと思います。そして、これからホールビューク地球のお放射能まみれのね、その海岸で、えー、ライバルだったアフロディアに対して、自分の感情、まあ、いわゆるね、愛を感じながら、まあ、一緒に、東大に、 歩み寄っていくっていうところでラストシーンだったかなと思いますね。まあ、これはね、あの、小説版が3種類ぐらい出てて、それぞれのラストシーンっていうのが、悲劇ではあるんだけども、その描き方がそれぞれ違って、うん、それぞれがいいんですよね。うん、なんか最後ね、あの、クインシュタイン博士っていうのがいて、知らない方すいませんけども、それでオリバーと、それからジェミーと、それからライタね、この3人と一緒に、 最後、マリンを迎えに行くところで終わるっていうストーリーもあったかなと思うんですよ。いやいや、ライターは途中で、キャタレンジャーと共にね、あの死んでしまったかなと思いますよね。うん。そう、人工培養肉っていう人工食料をクイーンシュタイン博士が完成させて、もうこれでバルディオスのチームがなくても人類は生き延びていくことだろうっていうのを最後の置き上げにしてね。で、えー、バルディオスの メンバーブルーフィクサーのメンバーはもうこれからは自分たちの人生を生きようということで残り少ない限られた命を放射能渦巻くその海岸にですねマリンを探しに向かっていったところで終わったのかなっていうのがねうんまあ一つのエンディングでしたねまだまだいくつかのエンディングがありますのでまあ何とも言えない最後はね悲劇中の悲劇だったんですけどもうん私の心に残るアニメでしたね アニメ版はね、途中で打ち切りになっちゃったのが非常に残念で、突然終わったみたいなところがありましたけどね、誰も予想しなかったラストというね、え、今日終わりなのみたいなね、次回最終回みたいな次回予告なかったんですよね。うん、はい、ということでございました。宇宙戦士バルディオスでした。皆さんからもね、いろんなご指摘あると思いますんで、よろしかったら聞かせてください。それでは。